どうも、じゃあ篠原です。篠原センター塾2014古文やっていこうと思います。で、この動画見てる人でですね、受験生じゃなくてセンター試験とかの問題作ってる人いたらですね、猛省を促したい。源氏物語出すなよ。これはね、怒りの源氏物語ですね。源氏は出しちゃダメでしょ。難しすぎる源氏は。で、まあ一応解説しますけど、これできなかったと思う、できなかったと思います。で、僕も正直ですね、間違えました、問いを間違えました。で、正直ね、これは無理だろうって思うようなレベル。しかも内容も難しいし、問題もね、問4とか難しいし、問1もまあちょっとね、源氏物語だからしょうがないんだと思うんですけど、単語も結構レベル高くて、問題も本文も難しいし、セフも難しいっていう、まあ本当にね、何をしたいのかよく分かんない宿題でしたね。もう本当に受験生を絶望させるだけためだけの問題だったのかなということで、本当に猛省を促したいですね。問題の宿題者っていうのは苦しめるのが目的じゃなくて、ふるいにかけるのが目的ですからね、はい、と思うんですけど、まあ怒りの源氏物語宿題ということで、怒ってます、篠原怒ってます、激怒ですね。で、源氏物語対策、まあ二次でも出る可能性がある。特に早稲田ね、早稲田源氏大好きです。ですから早稲田受ける人はもう源氏は読んどかないとダメですね。あらすじは分かっとかないとダメで、源氏物語理解するために朝日夢見氏ですね、漫画朝日夢見氏、Amazon の中古で全巻セット買えるんで、それ買っていただいて全部読破してください。源氏物語対策はもうそれをやっとかないと不利です。もう早稲田ぐらいになると。で、センターぐらいだともうこれで出たんで、もうさすがにセンター試験が2020年に終わるまでは出ないと思うんですけど、まあ一応読んどいても悪くはないかなと思います。まあ念のためっていう感じでやっといてもよくない、いいのかなと思います。で、内容もまあドロッドロですよね。まあ一応リード文にあるところなんですけど、夕霧さんという人が主人公ですね。主人公の夕霧、男です。で、こいつはクズなんですよね。クズで、嫁さんがいるんですよ。三条殿っていう嫁さんがいるんですけど、この落ち葉の宮っていう人と半ば強姦、レイプのような形でエッチしちゃったんですよね。で、エッチしちゃって、で、それが嫁さんにバレたっていうところから物語が始まっています。で、まあそんなことをやったらもう嫁さんぶち切れですよ。で、実家に帰らせていただきますということで実家に帰ったと。で、夕霧も逆切れですよね。なんだよ、もうそんぐらいで怒んないとか、まあ、この時点でクズ男なんですけど、まあ逆切れですね。で、しかもですね、第三段落がもっと最悪なのが、三条殿のところよりを戻したいからじゃなくて、世間体、まあ三条殿のお父さんが大臣なんですよね。大臣だからちょっとまあね、許してもらわないとちょっと世間体が悪いからみたいな感じで、世間体から大人の対応して謝ろうとするんですけど、まあなかなか出てこないと。で、第4段落で夕霧が説得をするんですが、三条殿を説得するんですが、まあ三条殿はもう怒ってるんですよね。もうふざけんなと、何してくれとんねんお前はって思ってて、で、最終的に夕霧は被害者プランなんですよね。嫁さんが許してくれない、しかもこっちともあんまり関係が良くない、まあそうですよね、半分レイプみたいなもんですから、ちょっとあんまり関係が良くないということで、まあもう被害者プラですよね。ああ、もう恋なんてするんじゃなかったとか、もうふざけんなみたいな感じなんですけど、まあ、最悪の男ですね。で、さらにもっと最悪なのが、この子供ですね、この間にできた子供、これ2人でもまあ分け合うというか、まあ、真剣の争奪みたいな感じになったんですけど、まあ、自分のところにこう娘が来たんで、その娘、姫君に対して、三条殿みたいな、あんな悪い女になっちゃいけませんよっていう教育を施すっていう、もう、最悪ですよね、夕霧。まあもう男の風上にも置けないような、そういう男だということですが、まあでもあれっすね、まあもっと風上に置けないのは源氏物語を出題した問題制作者サイドですよね。もうこれはね、最悪ですね。これ2014に試験受けた人は本当に激おこだと思いますよね。で、今回の問題で難しいなと思ったのは、こいつらがね、結構いっぱいいるんですよ、こいつらが。で、この子供たちがいっぱいでいて、で、なんか登場人物がこうわちゃわちゃっと増えるみたいな。で、ややこしいですよね、そこが。登場人物が増える。しかも、音が一応、会話の中というか、本文には出てくるんだけど、登場はしないっていうところもややこしいですよね。登場はしない。登場人物にはならないけれども、出てくるっていうところで、非常にややこしい文章。です。
で、問題の方で、まあ、僕が間違えたのは問いの4ですね。問いの4はもう本当に難しかったですね。解説読んでもなんかあんまり納得がいかないんですが、まあ、そんな感じで問いの4でした。で、あと、問いの1ですね。問いの1で、難しい古文単語、ゴロゴロゴですね。ゴロゴロゴのレベル B とかレベル C とかに載ってるような単語が当たり前のように出題されています。で、なんでしょう、まあもう源氏物語だからしょうがないんだろうけど、もう多分ね、問題制作者側としてはもうとことんまで難しくしてやろうと思ったんじゃないかなって思います。もうそれぐらい難しいですね。で、あと問いの5、主語判断問題が出てましたね。主語の識別問題が出てました。まあまあ、いや、そんな感じのところかなと思います。2014は確か、評論がツバだったかな、とかで、なんかもう全体的に難しい年ですね。はい、多分問題制作者側が多分ね、結構文化史的な人が好きな人が集まっちゃったんでしょうね、多分。だからもう源氏物語で王道出そうとか、確か評論がツバだったと思うんですけど、なんかそういうね、文化史的なやつを出してやろうみたいな、なんかそういう感じの年だったのかなと。オーソドックスさがあんまりない年でしたね、はい、です。問題制作者側にもう言っときますけど、源氏は出すなよ、源氏はわかんねえよ、そりゃわかんねえよって思いますね。会話も省略が多くてね、解説見てびっくりしましたけども、カッコの置き合いが半端ないんですよね。なんかそういう、もうね、これは出しちゃいけないですよっていうようなレベルでした。ぜひですね、まあ問題解いてできなくても絶望しないでください。もうこんなもんです、こんなもんです、現地は。はい、もうしょうがないかなと思います、ということで今回センター2014、古文解説しました。ぜひですね、内容を把握していてくれたらいいかなと思います。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。